皆様いかがお過ごしでしょうか。うしゃスライムでございます。というわけで今回はみんなのデスクスライムに見せてもらっていいですか第27回。というわけで今回は皆さんから送っていただいたデスク周りを紹介していきます。そして引き続き皆さんからデスク周りのお写真を募集しております。こちらのポストの返信欄もしくは僕の X のアカウントの DM 宛てに皆さんの自慢のデスク周りのお写真を送っていただくと漏れなく僕の動画にて紹介させていただきます。どうかデスク周り送ってください。現在だいたい月に1回くらいの頻度でこちらのデスク紹介の動画をお届けしているつもりなんですが、もしかしたらペースは少しゆっくりになってしまったかもしれません。ただですね、ご応募いただいたお写真に関しましては順次こちらの動画の方でご紹介させていただきますので、ぜひぜひ今のうちにお写真送っていただければと思います。皆さんのご応募お待ちしております。それでは早速見ていきましょう。お付き合いよろしくお願いいたします。一つ目は白玉さんから送っていただいたデスク周りです。スライムさんこんにちは。こんにちは。動画いつも視聴させていただいています。ありがとうございます。ドット絵描いてる社会人1年目です。作業効率よくシンプルでありながら好きなものを置いているデスクになっています。左側のテレビみたいなスピーカーがお気に入りです。ディトープロと言います。どうか頑張ってください。ありがとうございます。というわけで見ていきましょう。全体はこんな感じ。モニターは正面に1枚とその右側に縦置きのモニターが1枚、そしてさらに正面のディスプレイの下には液タブという専用のペンで書き込むようにね操作をすることができるディスプレイのようなアイテムが置いてあります。実質トリプルディスプレイ構成という感じですね。まさに僕が日夜おすすめしている上下の2段重ね構成というのと縦置きディスプレイというものをね両方の要素がもう備えられているわけですから、もう僕にとってはこれ理想のモニター構成という感じですね。この配置そしてこのモニターの枚数であれば基本的にどんなね PC 作業をするにおいてもスペースが足りないとかなんか作業がしづらいなんてことはもう一切ないんじゃないかなという感じがしますね。そして正面のディスプレイの上にはモニターライトとウェブカメラが設置されています。このモニターライトのデザインカクカクしていてなかなかかっこいいですね。そしてキーボードについてはレーザーブラックウィドウライトマーキュリーホワイトというゲーミングキーボードですね。そしてその左側には薄型ワイヤレスの天気が設置されています。僕もですね普段キーボードの横にはですねこんな感じで薄型ワイヤレスのね天気を置いているんですが、こういう天気をねデスクの上に1個置いておくとそれこそ PC のねロック解除とかあとはもうちょっとした数字入力なんかがものすごくはかどるのでめちゃめちゃいいです。そしてマウスに関してはロジクール G304 というワイヤレスのゲーミングマウスになっています。そしてですねこの正面のモニターの左下あたりのところにですねなんだかちっちゃい PC みたいなのが置いてありますよね。これがですねディトープロという Bluetooth スピーカーになっているということなんですね。まるでスピーカーとは思えないようななかなかね可愛いおしゃれなビジュアルしてますよね。さらにですねこちら本体のディスプレイにですねドット絵を表示できるようで、白玉さんのデスクでは現在時刻が、表示されているということなんですね。単なるスピーカーだけじゃなくてこんな感じのおしゃれ置き時計としても活躍してくれそうなのがめちゃくちゃいいですね。ちょっと気になりますねこれ。そしてデスクの右側ですね、ここにはスチールラックが設置されていて、ここにですねでっかい PC とか、ノート PC とかあるいはね大量のぬいぐるみなんかがね、収納されております。なんかお部屋を暗い感じにするとちょっと怖いですね。ということでモニターやキーボードなんかがものすごい理想的な配置になっていて快適さ間違いなしという感じのデスク周りになってました。というわけで以上白玉さんから送っていただいたデスク周りでした。ご応募ありがとうございました。二つ目は CH ケヨくんさんから送っていただいたデスク周りです。初投稿失礼します。皆さんのようにいろいろなガジェットが飾ってないんですがあるものでおしゃれに仕上げてみました。よろしくお願いします。というわけで見ていきましょう。全体はこんな感じ。ディスプレイは横に2枚並んでいるような配置になっていて、右側のディスプレイは PC、 そして左側はこの横に置いてある PS5 用のディスプレイという感じになっていそうですね。そしてキーボードに関してはよくわからなかったんです
ですが、レーザーサイノサライトというメンブレン式のキーボードというやつによく似ている気がします。そしてマウスについてはロジクール G プロ X スーパーライトということで、ワイヤレスのゲーミングマウスになっています。こちらに関してはね、僕もね今もなお愛用し続けています。ゲームをする際になんか他のマウスが欲しくなる気配がないんですよね。そのくらいね満足度は高いっていうことですよ。そしてモニターの下にはですね、スピーカーも置いてありまして、こちらがクリエイティブピーブルというものになっています。結構こちらのデスク周り紹介の動画でも使っていらっしゃる方をよく見かける PC スピーカーという感じですね。ビジュアルもね結構いい感じだし、コスパもねなかなかいいんですよね。そしてですね、ちょうどこのスピーカーの間のところにですね、フォトフレームツイン、これ多分写真の入ってない写真立てですね。確かに特定の写真は入っていないんですけれども、なんかそれっぽい雰囲気は出てますよね。ちなみにですね、僕も皆さんのね見えないところでフォトフレームというものを飾っているんですけど、ここにはですね自分で描いた絵をコンビニで印刷したものをね入れて飾っています。なんかこういうそれっぽいね写真立てに入れるとなんとなくね絵がうまく見えるのでおすすめです。そしてこのスピーカーの左の部分ですね、ここにはアロマ的な何かが設置されています。グリーンティー、なかなか渋いチョイスの香りですね。そしてさらにこの横にはですねコーラの缶が置いてありますね。結構小さいサイズですね。最近の僕はねもうこの量ではもう満足できないので、もう絶対に 500ml 缶か 500ml ペットボトルをね用意することにしています。ということでこのデスクの天板の落ち着いた感じの色も相まって、なかなかおしゃれな雰囲気が漂うデスク周りになってました。というわけで以上 CH ケヨくんさんから送っていただいたデスク周りでした。ご応募ありがとうございました。3つ目はうんぱさんから送っていただいたデスク周りです。我が家のデスク紹介させてください。自宅作業用の仕事場です。今年の3月から急遽デスク沼にはまり少しずつ集めています。自慢は丸徳の木材サンプルを壁に貼りおしゃれ感を出しているとこ。残念ながら神かっこ妻の怒りを買い1年間の不平等条約の締結プラス自慢のインテリアの封印をされました。というわけで見ていきましょう。全体はこんな感じ。デスクの色味と左右にある棚、さらにはですねキーボードの手前に置いてあるリストレストの色味が統一されていて、ものすごくね落ち着いた感じの雰囲気になってますね。モニターについては正面にウルトラワイドモニターという通常より横長のディスプレイというのが1枚置いてあるという感じになっていて、さらにですねこのモニターの左下ですね、タブレットのようなねなんか小さめのディスプレイが用意されておりまして、お仕事の際にはこんな感じで正面のウルトラワイドモニターの下まで持ってきて上下の2段重ね構成という感じでバリバリと作業することができるというようなね、状態になっています。機密情報でいっぱいの画面になってますけど、もうガチガチのお仕事中ですね。そしてキーボードについてはキークロン V3 という、メカニカルキーボードになっています。そしてマウスに関してはロジクール MX マスター3という最強の作業用マウスと僕が思っているやつですね。僕もですねもう来る日も来る日も、これを握り続けてね、毎日生きております。そしてこちらのうんぱさんのデスクの、自慢ポイントというのがですね、こちらの壁に、いくつかね貼ってある丸徳ショップの木材サンプルということですね。確かにこれなんかいい雰囲気になってますよね。こういう感じのお店ありますよね。こんな感じでそれぞれの木材の見本みたいな感じでね、いろんな色のね、サンプル飾ってあるわけなんですが、僕も木材のねこういう木目とか見てると大変心が安らぐので、これちょっとやってみたいですよね。というかですね、最近僕このデスクの天板をですねヒノキの木の板にしたんですけど、これをオーダーしたのがマルトクショップなんですよね。僕も木材サンプルいろいろもらっておけばよかったです。そしてですねご応募いただいた際のね文章でですねものすごくね気になったところなんですけれども、現在ですね奥様に怒られてご自慢のですね木材サンプルのね部分がこんな感じで封印されてるらしいんですよね。この件についてはですねこんなメッセージがね送られてきております。推進、家族が外出中のチェーンロックには注意しましょうということでね、これはロックした方が悪いですね。ということで落ち着いた色味で統一されている、大人の作業空間という感じのデスク周りになってました。というわけで以上うんぱさんから送っていただいたデスク周りでした。ご応募ありがとうございました。
4つ目はたまさんさんから送っていただいたデスク周りです。デスク整理したので2回目の投稿です。ありがとうございます。キーボードはキークロン K8 Pro と Q0、 ノートは Surface Pro 9で、ちょっとしたメモもペーパーレス。ディスプレイは LG のロゴをマステで隠してます。モニター台はダイソーの板重ねただけですが満足してます。アニメの CD ボックスを隠し入れるのが家庭内オタの限界です。というわけで見ていきましょう。全体はこんな感じ。モニターについては正面にウルトラワイドモニターと、その上にこれまた少し横長っぽいモニターの2段重ね構成という感じになっています。さらにですね、この2枚のディスプレイの右側には Surface Pro 9というノート PC のディスプレイも見えるようにね設置されているので、実質3画面構成という感じになってますね。さらにですね、この右側に設置されているこのノート PC に関しては、こんな感じでですね、専用のペンが付属していて、ちょっとしたメモなんかはここに手書きで書き込んだりできちゃうということなんですね。これなかなか良さそうですよね。何かしらをねこう書きたい時にはさっとねこの PC を手前まで近づけて、ペンを握ってここにサラサラと書くという感じなんでしょうね。すごくはかどりそうなモニター構成になってますね。そしてキーボードについてはキークロン K8 Pro というメカニカルキーボードになっていて、さらにその左側にはですね、キークロン Q0 というテンキーが添えてあるという形になっています。このキークロン Q0 というのがですね、個人的にはこの世で一番かっこいいテンキーなんじゃないかなとずっと思っているので、ぜひともね欲しいんですよねこれ。まあ1点だけね、あの懸念を挙げるとすれば、このキークロン Q シリーズっていうのはですね、本体がめちゃくちゃ金属でできているので、ありえないぐらい重いんじゃないかということですね。移動させるのめんどくさくなっちゃうんじゃないかなというところですね。でもこの重厚感はやっぱたまりませんよね。そしてマウスについてはロジクール MX エルゴというトラックボールマウスになっています。トラックボールマウスというのはですね、本体にくっついている大きめのボールを親指でくるくると回すことでマウスカーソルを操作することができるというタイプのマウスのことですね。そしてこのキーボードの奥の方にはですね、ループデックライブ S という拡張キーボードとか、左手用デバイスなんてね呼ばれたりするようなアイテムも設置されています。こちらのループデックライブ S というのはですね、本体のディスプレイとかつまみにですね、ありとあらゆるショートカットをね割り当てることができるという、めちゃくちゃね便利なアイテムになっています。本当にねこういうショートカットをね覚えさせておくことができるアイテムがあるかないかで PC のね作業のスピードがものすごく変わってくるので、こういうね拡張デバイスみたいなのまだね使ったことがないという方はぜひ1台導入していただきたいなと思っております。そしてこのモニターの下の部分にはですね、モニター台というものが置いてあって、この上にボールペンとか、あとはなんか棚みたいなねものが置いてあります。なんとこのモニター台みたいなやつはですね、ダイソーの板を重ねただけでできているということなんですが、言われなきゃ全然わからないですよね。これ僕ももしかしたらモニター台急に欲しくなってきたなっていう時にはダイソーに行って板を買えばいいってことなんですかね。これちょっとね試してみたいですね。あとはですね、家庭内オタであるタマさんさんはですね、アニメの CD ボックスを隠し入れるのかなんか限界ということで、なんとですねこのモニター台の上にある棚みたいなところにですね、あの CD 入ってるんですね。シンフォギア、こんなのバレるわけないですもんね。ちなみに僕もですね、あの家庭内オタか家庭外オタかで言われたら、それはもちろん家庭内オタなんですけど、最近はですね、あのここになぜかヤフオクで1万円ぐらいで落札しちゃったフィギュアをね、あの飾っています。キモいですね。ということで、結構コンパクトながらもこだわりのねデバイスたちに囲まれて過ごせるようなデスク周りという感じでしたね。というわけで以上、たまさんさんから送っていただいたデスク周りでした。ご応募ありがとうございました。5つ目は春巻さんから送っていただいたデスク周りです。内田さんこんにちは。こんにちは。いつも動画や配信楽しませていただいてます。ありがとうございます。学生寮出て一人暮らしを始めてデスク周り揃ってきたので1年ぶりに応募します。昼間も夜も温かみのある雰囲気で気に入っています。ガジェット系はバクシーのオレンジのマウスがこだわりです。というわけで見ていきましょう。全体はこんな感じ。雰囲気よ、暖色系の天板とかライティングに、さらにねこの白いデバイスが合わさった感じ、たまらんですね。というかこれ完全にあの僕の好みドストライクのデスク周りですね。モニターについては正面に1枚と、その左側にノート PC のディスプレイがまあ見えるように設置されている、実質2画面構成という感じになっています。こうモニターのねケーブルなんかも、モニターを設置しているモニターアームにねしっかりと収納されていて、さらにこのモニターアームのね、取り付けている部分もこのノート PC を置くことでうまいこと隠れてるんですよね。なのでものすごくねすっ
キリした感じになっています。やっぱり配線整理って雰囲気作りには大事なんですね。心に突き刺さりますね。そしてキーボードについてはおそらくニューフィヘイロー65というメカニカルキーボードになっているんじゃないかなという感じですね。このねニューフィというキーボードメーカーですね、最近結構よく耳にするんですよね。それこそものすごく薄型のねキーボード出していたりとかするので、なかなかね気になるんですよね。ぜひ一度はねキーボードオタクとして使ってみたいところですね。ちなみにですね、この普段使っているであろうキーボードの左側にもですね、また別のキーボードがディスプレイされているんですね。この飾ってるスタンド、シンプルでものすごくいいですね。これよかったらこれどこに売ってるのか教えてください。買いに行きます。そしてマウスについてはバクシー XE というワイヤレスのゲーミングマウスになっています。ものすごくねオレンジで、このデスク周りのアクセントになってる感じがしてものすごくいいですね。こんなカラフルなねゲーミングマウスもあるんですね。いやー知らなかったです。そしてこのキーボードとマウスの下にはですね、特大サイズのマウスパッドが敷いてあります。こんな感じのですね、特大サイズかつ、ホワイトのねマウスパッドって意外とね種類がね少なかったりするんですが、これすごいねいい雰囲気出てますよね。そしてですね、このデスクの、右端の方ですね、ここには細々としたアイテムたちがねこう置いてあります。一見するとねなんかごちゃっとしているような感じがするんですが、なんでこんなにおしゃれに見えるんですかね。こういう空間ものすごいいいですよねっていう感動をですねしていたら今足をつりました。助けてください。特にこのガラス瓶の使い方ですよね。こういうのね置いてみたいですよね。それこそねキーキャップとか、キースイッチ入れてらっしゃる方もねたくさんいますし、これはちなみに何入ってるんですかね。しかもこうやってね2段重ねて置いてあげるっていうこの感じもねセンスに溢れてますよね。またですね、壁にはオタクグッズがね集められた祭壇みたいなものもありますし、デスクの横にはですねこんな感じでもう堂々とねギターが置いてあったりと、なんか人生が充実してそうですね。だって反対側の壁なんかにはですね、人生充実してる人が被ってそうな帽子とかありますからね。こんな帽子僕身につけたことないですもんね。ちなみに暗くするとこんな感じの雰囲気になるんですね。これまたねライティングがすごい優しい雰囲気になっていて、ものすごくなんか落ち着きそうです。ということで暖色系にねホワイトを合わせた、個人的にものすごく雰囲気ドストライクなおしゃれデスク周りという感じになってました。というわけで以上、春巻さんから送っていただいたデスク周りでした。ご応募ありがとうございました。というわけで今回は皆さんから送っていただいたデスク周りを紹介してまいりました。引き続き皆さんからデスク周りのお写真募集しておりますので、ぜひぜひお気軽に送っていただければと思います。皆さんのご応募お待ちしております。この動画良かったと思ったら高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。他にも旧 Twitter、X などやっておりますので、フォローしていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。